段今日もまた切ってた武田氏としましたけど。谷重元信さんです。はい、どうも。よろしくお願いします。お願いします。今日が2月6日。6日。キャン、え、西武は今日から。西武は初日なんですよ。はい、どうですか、この雰囲気。いや、もう本当に緊張感がある練習なんですけど、まあ、まあ徐々になりつつ、本当に、まあ、ここから強度を上げていければなという思ってます。ソフトバンクのこのキャンプ場の環境とまた違うじゃないですか。はい、そうですね。どうだった？いやそんなもん。いやいや、まあ全然全然、まあ、言える範囲ってね。それも言うどうです。まあ、はい、階段長いなんです。まあ、ね、まずそこはね。階段です。はーい。で選手もみんなここ通んなきゃいけないですもんね。じゃない？やべえ。ちょっと乳酸が溜まってきたよ、血管ももに。センターレフトか。そうですね。ね、はい、まだ決まってないのか。あれ、萩本さんですか。すごい。俺のライバル。ご無沙汰です。太陽時代、僕と切磋琢磨した萩本さん。すごい、いい。まあ僕がちょっと勝ったっていう。すごい。だから最初、佐々木さんが、はい、俺よりも萩本さんの方が投げやすいって言ってたんで。へー。すいません。キャッチングとかさ、ブロッキングはやっぱうまかったもん。小賀のバッティングいじってこようかな、俺もこう言って。俺は入れるんだよな。あ、そうですね。うん、ちょっと行ってくるわ。はい。そうだね。こんにちは。ご無沙汰しております。はい。いやいや、こちらこそ。よろしくお願いします。チーム的に言いますと本当に楽しみな新戦力も、いやー本当に、そうそう、来てますけど、先発というかピッチャー陣からお伺いしたいんですけど、先発、まあ、去年も相当試合引っ張っていたと思うんですけど、あの強力な先発陣の中に私はドラフト1位で3球団競合の中生き合ってた武田氏と一緒に入りましたけど。いや、あれは分かる。めっちゃ嬉しかったでしょ。自然と見たんだよ。もう、と見て開けた瞬間に、たぶん交渉権獲得がバクってきて、ああ自然と見たんだよ。全然窓じゃないですよ。決めつもりです。僕もね、初めてあの箱の前に立って、もう箱の前に立った瞬間から常にドキ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 してて、で、あの箱に手を入れた瞬間、ビュービュービュー、なんかなんていうの、で、そんな感じある、あった、ちょっと3球団だったので、はいはい、ちょっとやったなと思ってたんですよ。え、何番目だろう。2番目だったんですよ。高津さんがさっき言ったんですよ。これもまた微妙な。で、3番目だと思ってたんですよ。高津さんがさっき言ったから、うん、まだちょっと落ち着きはあったんですけど、でも行くときはね、何とも言えない。なんかそう、そうだ、表現できないじゃん。そう、背負ってるからなんですよ。開ける場合も
アタックを獲得できるできない交渉権がありますので先に出しちゃう。三振さんもさっき竹内投手と話されて、はい、もう1年守る先発守る気にしてきてると思うとおっしゃってましたけど、はい、監督からもそういう期待はありますか。期待はありますね。頑張るピッチャーだと思いますし、あのそういう意味ではね、まあ、実質の映像等でしか見てませんが、でも、まあ、昨年のドラフトは、ドラフトにお会いしたときと、また一冬、ドラフト終わって、新人の合同選手で、そのときの体を見ると、ちょっとまた一回り大きくなってたように、自分自身は感じたので、うん、まあ、そういう意味では非常にちょっとね、あのしっかりと準備をして、あのやってきてくれるという意味でも、ね、早くちょっと、僕もそうですし、実践というのも。新戦力で言いますと、まあ、海野投手も入られましたけど、はい、ファンとしてはクローザーとして期待なのかなっていう目線もあるんですが、候補が多くてですね、みんな名乗り多いんですよ、はい、いいね、嬉しいね。やっぱりピッこうやって見るとピッチャーはもうかなり充実してると思うんです、はい、かなりすごく野手でいうと、まあ、友崎選手と源田選手は、まあ、レギュラー役ということを監督おっしゃったと思うんですけど、うん、他はやっぱりこのキャンプで結果を見てというところに。そうですね、あの、まあ、外国人も、ね、2人いますし、やっぱりその外国人というのはもちろん考えてますし、またその中でも若い選手の競争ですね、もう本当の選手ここまでちゃんとね腹つきもちょっとあって良くなってたんですね、うん、じゃないですか、初日だけはやっぱあるんじゃないですか、そこはそういう、ある意味なんか新鮮な感じですけど、ちょっと意識して変えてきたのかな、まあ、でもそれを感じさせるっていうのがやっぱり選手としては大事だと思うんですよね、はい、その中であのキャッチャーで言いますと炭谷選手も6年ぶりにチームに戻られてますけど、古賀選手と今日お話しされてましたけど、そのあたりキャッチャーの起用っていうのは、まあ、もう話できる範囲で、その中で、まあ、リーグもね、あの違和感なかったですよね、そうそうそう、そうですね、話したけど、どっか出張でも行ったんですそういろんな意味で、あのリーグはね、あの役割をしていただきたいと思いますし、うん、そういうね、あの選手だと思いますので、はい、まあ、なんか今キャッチャーの方で言うとね、あの古賀と柘植っていうのは、まあ、去年かなり経験をね、はい、積んだので、やっぱりその経験を、まあ、今年生かさなきゃいけない年だと思うんですよ、はい、そしたらさらに飛躍するしていくんで、そこをちょっと期待ですね。そうですね、はい、見て気になったのが、うん、新助っ人のアギラ選手、そうかなり楽しみシルエットも、ね、めちゃくちゃで大きいあのマスク、そうなんですよ、ね、今まで割と西武の助っ人ってこう中距離バッターみたいなこうチャンスメーカー多かったと思うんですけど、やっぱりアギラ選手に期待するところも長距離バッターとしてポイントゲッターというか、もちろん長打もそうですしね、打点もそうですよね、うん、得点能力を上げるというか、やっぱりね、ホームランでやっぱりその一発で試合の流れも変えれますし、決めれますし、なんかそういう意味ではその中軸としてね、2人で期待したいですよね。でもね、あの渡辺 DM が守備を絶賛してた、うん、守備もかなりですよ、ね、結果に楽しいんですよ、グラブさばきとかトスとかスローイングはもうめちゃくちゃいいです、押してました、シミュレーションを見たんですけど、丁寧に丁寧にやりますしね、ちょっとね、周り的に存在としてね、まあ、これ何名の選手ばかりなので、はい、この外国人が、はい、まあ、そこまで存在として、非常に、ね、あの他の選手たちにとっても心強いと思いますし、それでね、リーダーシップを、ね、発揮してくれるんじゃないかと思いますけどね。楽しみなんですよ。これ打つ方と、ね、あのピッチャー陣がうまくこう合えば、はい、あとはもう手話なんとでもなるんじゃないかなっていう感じです。監督、一つ言っていいですか。このレイアウトを見て、これはないんじゃないですか
配置。そう、真ん中ですから、ね、真ん中なんですよ。もう見た瞬間、ちょっとおかしいな。本当ですね。まあ、そうですよね。こう、制作の真ん中。確かにそうですよね。おまけにマスク取ってるやつだし。まあそんなところでね、今日は本当に。でもありがとうございました。ドラフトの時の話聞けたのはちょっと嬉しかったですね。監督のああいうやっぱ、そうだね。あそこまでやっぱ緊張感持って、もちろんね、もう重大ですから。あるんですよ。あそこはね、本当にね、あそこに立った人じゃないとわからないなんか緊張感があるんですよ。まあ、うん、ポジションまだまだこうどうなるんだろうってところもありますけど、うんうんうん、かなり今、まあ新戦力以外も、まあ今から作っていくチームじゃないですか、はい、まだ、はい、まあ出来上がってはないんで、はい、だから余計にこうキャンプとか楽しみが多いんじゃないですか。実戦経てどういうチームになっていくんだろうっていうのはワクワクしながら見たいですね。その紹介させてもらいますって言ったらハンバーガー1個とポテト1個をサービスしてる首位打者私もホームラン王決まってます。俺もね、なんとなく多分一緒な気がする。あ、せーの、ほらー